あ、カメラにちょっとどいてという注文をつけました。ローランジャラベン。そしてにっこり。さあこれで21チーム目、最後のチームのスタート、ローランジャラベールを擁するチーム CSC ティスカリのスタートです。この頂上ゴール、この頂上ゴールということの難しさ、またおいおいお三方にお話を伺っていこうと思いますが、なんといっても5箇所も山岳があります。これなんだ、もう食べてるんですか。これはね、もうとにかく序盤から食べていかないと、これが後々にエネルギーにつながっていくわけですよね。まあ、ジャッキー・デュランはその辺のレースを知り尽くしてるでしょうし、そうですね、特にあのジャッキー・デュラン単独で走りますけれども、あの単独で逃げ始めるとね、消耗モードってもうむちゃくちゃなんですよ、はあ、カロリーをどんどん消費していきます。ですからね、その準備っていう意味でも今食べてるわけですよね。なんかカメラに向かって余裕ですね。何か嫌いなものが入ってたんですかね。手でちょっとこう指で弾いてましたけれども1分5秒差、そして差がなくもう来てます。もうボテーロとイゴル・ゴンサルス・デ・ガルダーノもほとんど差がなく、ご覧の通りゴールしました。4番手5番手のゴールです。カテゴリー超級先頭ゴールですと40ポイント以下、35、30、26、22、あ、今ルムサスのゴールです。あの位置から1分以上の差がつくとは誰も考えてなかったですね。うん、サストレのゴール、1分30秒差、6位マルコス・セラーノが7位ゴールです。1分38秒差からセビリアが顔をしかめながらやってきました。終盤それでも彼なりに挽回をしたというふうにこれ解釈していいんでしょうか。まあ、期待が大きいだけにちょっとあのダメだってイメージもありますけど、ただ彼としては順調なんじゃないですかね。これマンセボーですよね。マンセボーが前、後ろがクリストフ・モローです。この辺でゴールできる選手たちはまだものすごい選手たちと、超一流ですよね。10分15分までは超一流でしょうね。まあ、全てあの OK っていうことにもなりますからね。まあ、実際にはですから今山中さんからあった通り、そんなにめちゃくちゃなことはさすがにいくらでも言っても、そういう変な厳格な適応の仕方はしないであろうと、しかし、プラトードベイユです。前を行くのはローランジャラベイユ、それをパスしようとしているのはゴッティですね。2番ゴッティですね、はい、そうですね、195番2番ゴッティです。ゴッティももうこの位置なんですね。なんか時の流れをちょっと感じてしまいますね。33歳、うん、ジルは2回制覇してるんですよね。そうですね、うん、クリストフ・今ブラントでしょうか、ロットの、あ、ハミルトン、タイラ・ハミルトン今ゴールですね。あ、ジャジャがまた一人抜かれていく、イニモ・クエスタ、クエスタか、かつてのチームメイトですよ。そうですね、あのアシストですね、オンサジライの、はい、もう完全に押しもされぬなんか集団のドンっていうかボスですよね、ジャラベールは。もうみんな敬意を表してきますよね。まさにそうですね、今古村さんが短くもおっしゃった敬意という言葉、リスペクトで、そしてこの2日それに本当に値する走りをした、なんて言うんでしょう、そのリスペクトされる走り、心意気、日本の風に言ったらば、うん、ただジャラベールこれ集団の中でゆっくり走って最後勝負かければ結構いいとこ行く力ありますよね、この途半力っていうのは。うん、そうですね、でもそれをもう前半から惜しみなく使っていくこのやっぱ勇気っていうのは最高ですよね。うん、なんか山岳中にもうなんか1ステージ取りそうな雰囲気ですけどね。取ってほしいですね。うん、取ってほしいですね。中間のつなぎステージでもいいんで。山岳ジャージは取る、まあ、カウントアタゼッケンもつける、しかしステージ優勝はまだない。取れそうで取れなかったのがプロローグしかり、チームタイムトライアルしかり、昨日も今日もでもダメだった。明日が平坦ですよね。でまた
中央3階に突入するんですけれども、アルニエが赤ゼッケンは君のものだよみたいなそんな雰囲気ですね。今つけてるフランク・レニエがそうですね。で反対側で今ジェロム・ビノーかな、さらにボビー・ジュリックも今隣に並んでいます。一番手前のピンクのジャージです。英雄ですね。ジャージャってところなんでしょうかね、今この声聞くと。山岳ポイントでフラッグの下を通過します。こうやって囲まれて ね、 そうですね、走っていくっていうのはね、スケさん拡散状態ですねこれ。スケさんいとこを持って感じいや、そのくらいのもう意見ありますよね。で威厳にあぐらをかくことなく、ないです、ね、こうして昨日も今日も自らの体をあえて張って走り続けたローラン・ジャラベール。本当かっこいいですね。かっこいいですね。なんかこうもうオーラというか、ツール・ド・フランスで母国フランスの英雄が思いっきりそのオーラを放って、赤ゼッケンのルニエが、そうですね、尊敬の拍手照れ笑い。ちょっとジャラベールは照れ笑いをしながら今ゴール、順当な戦いで、まあ、先ほども言いましたけれども2位の選手の倍以上を稼いでますからね。いい走りですね。